にちは、ティッシュシューフィーカ泉です。今日は先週のスイカに続いて夏らしくひまわりの刺繍をしようと思います。刺繍って隣り合うステッチによってどっちを先に刺すと刺しやすいとか、綺麗にできるっていうのがあるんですが、先週はサテンステッチとチェーンステッチが隣り合ってて、サテンステッチの上にフレンチノットを刺すっていう図案でした。で、今日は花びらがレゼーデイジーステッチで真ん中をフレンチノットステッチで埋めてます。で、花びらを先に刺すか、この真ん中の茶色いところを先に刺すか、どっちを先に刺しても、同じことのはずなんですが、私の場合はレゼーデイジーを刺してからフレンチノットを刺した方が刺しやすいし綺麗にできます。刺す人にもよるし、その場合にもよるんですが、基本的には立体的なステッチの方を後に刺す、平面的なステッチの方を先に刺すっていう基準で考えてます。なので、先週の図案だとサテンを先に刺してからチェーンステッチを刺しました。で、今日の図案だとレゼーデイジーを刺してそれからフレンチノットを刺していきます。図案ごとにポイントがあるので、今日の動画も参考になればいいなと思って刺してみます。糸始末とか図案の写し方は別の動画で詳しく説明しているので、そちらをご覧ください。あと今日も伸縮性のある布を使うんですが、接着芯は使わずに刺しています。それから今日のひまわりの図案も無料でダウンロードできるので、もし刺してみようかなって思った方は説明欄のブログからダウンロードしてみてください。それでは刺繍していきます。今日はこの子供用のズボンに刺繍していきます。図案は裾に移しました。 T シャツと違って手を入れるところがこう狭くて刺しにくいんですが、これをちょっとこう引っ張りながら広げて刺していきます。まずこの花びらを刺繍していくんですが、こういう図案はまずここを刺して、ここを刺して、等分にしてからまたその間を刺して埋めていくとバランスが取りやすいです。でも今日の図案の場合、ここが広いので、こう等分にしていこうと思うと結構裏で糸が渡ります。なので後からここをフレンチノットステッチするときに、その渡った糸を引っ張ってしまってステッチが崩れてしまったりするので、今日はまずここを刺して、ここを刺したら4分の1ずつ、花びらを仕上げていこうかなと思います。でここができたら、こっちかこっちでもいいんですけど、近い方刺して、また中を刺して、でこう刺していこうと思います。順番にこう刺していってもいいんですが、ちょっとずつの歪みが一周してる間に大きくなって、最終的にあれみたいなこともあるので、こういう風に等分にして刺した方がズレが少ないです。例えば小さいお花とかもこんな風に対角に刺したりします。今回は4分の1ずつ刺すので、まず花びらを1つ刺します。刺し始めはどの花びらでも構わないです。邪魔にならないところに残
残しておいて、後で糸始末をします。まず一つレーゼーデイジーステッチをします。根元に糸を出して同じところに刺して花びらの先に針を出します。糸を針にかけて針を引っ張ります。この時引っ張りすぎると布が縮んでしまうので力加減に気をつけます。この輪の向こう側に針を落として花びらが一つできました。今日の図案ちょうど90度と90度の間5個花びらが入ることになってるので 1,2,3,4,5 6個目ですね。ここがちょうど90度になります。ちょっと向き変えます。際に入って花びらの先に針を出して糸をかけて針を抜きます。間に5枚花びらが入るので次は 1,2,3 枚目のこの花びらを刺します。あとはここに2枚ずつ入れます。これで4分の1させました。次は 1,2,3,4,5,6 個目を刺します。ちょっと図案が見えにくいかもしれないですけど、間に5枚花びらが入るので、6枚目のところを刺します。ちょっと向き変えます。1,2,3,4,5,6同じように刺していきます。次は 1,2,3,4,5,6 個目この花びらを刺します。
糸が短くなったので糸始末をして新しい糸に変えます。裏に渡っている糸にくるくるっと巻きつけておきます。糸の目が詰まってないのでちょっと多めにくるくるっと巻いておいた方が安心です。最初に残しておいたこの糸も裏に引っ張って針に通して同じように巻きつけて糸始末をしておきます。この半分と同じ要領でもう半分刺していきます。これで花びらが刺せました。次にこの花芯、この茶色いところを刺していきます。フレンチノットステッチで埋めていくんですが、そういうステッチをフレンチノットフィリングステッチと言います。まず外側の円をぐるっと一周フレンチノットで刺します。で、この時に花びらの内側がもし揃っていなかったら、こういう風にちょっとこう内側に飛び出してる花びらがあったら、こうフレンチノットをちょっと上から刺して、こっちの花びらと差がないように綺麗な円を作ります。ステッチを作りたいところに糸を出して布と手の間の糸に針を当てて2回巻いてすぐ際に刺して糸を引いて裏に針を抜きます。布が柔らかくて伸びるので針を裏に引くときに、左手の人差し指と中指で針についてくる布を押さえながら引きます。一周させました。次に中を埋めていきます。できました。こことここちょっと隙間が空いてるので、花びらを足そうと思います。フレンチノットステッチを押し上げてしまわないようにちょっと避けて針を出して花びらを一つ作ります。
次はここなんですが、ちょっと裏でたくさん移動するので、この下を通っていきます。でフレンチノットステッチを押し上げないところから出てきて、花びらを一つ作ります。次は茎を3本取りのアウトラインステッチで刺していきます。この後ろにすでにある糸で糸始末をしてから始めてもいいし、邪魔にならないところに10センチ残しておいて後から糸始末をしてもいいです。左手側にスタートが来るように持ち直して始めていきます。と一針進んで半分戻る。最後まで来たら針を下に下ろします。次はサテンステッチを刺します。同じ色同じ糸の本数なので、糸が残っているのでこのまま刺していきます。今糸がここにあって、次はここへ行きたいので、そのまま行くより裏でかけられる糸があったらかけながら移動します。近くまで来たら刺し始めたいところから針を出します。今から刺す葉っぱはこんな形で真ん中に線が入っていて、半分ずつサテンステッチをしていきます。で、ここは平行に刺すんですが、最後だけこの三角が残って、ここは放射状に埋めます。こっち側も三角に残るので、ここを放射状に埋めます。刺し始めたいところから針を出して真ん中の線に刺します。隣に糸を並べて埋めていきます。半分できたら反対側を埋めていきます。裏で今刺した糸の後ろを通ります。残りの半分を埋めていきます。この真ん中の線がなくなるところまで来たら、ここに1本入れます。で、この三角になっているところを埋めます。
できました。反対側を刺していきます。同じように真ん中から半分ずつ埋めていきます。できました。反対側も同じように刺していきます。できました。今日刺したズボン、 T シャツよりさらに刺しにくくて大変だったので、もし刺繍が初めてでちゃんとできるか不安だなっていう方は、できるだけ伸縮性のないシャツとかハンカチに刺してもらった方が刺しやすいです。来週はアウトラインステッチの曲がり方とかつなぎ方を説明しようと思ってます。図案を刺すときに角をきれいに出すと全体が美しく見えるので結構大きなポイントなんですね。なので来週はそのあたりを説明してみようと思います。それでは来週も木曜の朝10時配信です。今日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。